シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ようこの会話は突然来るあのガチャについて話していくってやつだぜ。さあ今、映画ラッシュマンの期間限定イベント開催されてて、まあ試写会が土日にあったから、まあそれを見て、まあいい映画あったから、まあルシファー欲しいなとか、まあ、ノアパンドラ欲しいなっていう感じで、まあ引いて満足いく結果出た人もいれば、まあ欲しかったモンスター出なくて追おうとしてる人もいると思うんだけども、この6月っていうのは毎年結構オーブの扱いには慎重にならなきゃいけないのよ。まあその理由が、このオールスター感謝ガチャっていうのがあって、でこのオールスター感謝ガチャ、一応、まあ年末にもあるんだけど、それはまあ一応ちゃんと開催しますよってなるんだけど、こっちの6月の方はなんか突然来んのよね、本当に。で一応毎年6月に開催と3年連続やってて、まあ、去年は11月にもあったと。でこれ結構重要なんだけど、後で説明するんだけど、でこれ感謝と言っときながらオーブをなんか要求してくんのね。オーブ使用のガチャで、まあ、3日間連続あるから、まあこれね、去年はこんな感じで3日間連続あったから、まあ合計オーブが、まあ150個、1回につき50個だから150個いると。で、去年の11月の方は、まあ1日限りだったから50個だったと。で、これさらに、やばいのが、門入で発表しないと。だからまあ今年あるとしても、次のモンストニュースで発表する可能性は薄い。だからまあ油断できないのね。あ、今年ないのかと思って突然始まるという突然ガチャだから、まあそれ怖いのよ。だが、このガチャね、結構優秀なガチャなのよ。これ、まあ、ここにあるけども、1体確定かつ限定も出るから割と豪華。だから、まあ、それは引いた方がいいのよ。オーブがあったら。まあでも、6月という時期が時期なんだよな、これが本当に。で、まあ見ていくと、これ開催理由。開催理由が、まあ何でもありだから、あの、向こうのさじ加減でやってくんのよ。アニメの再生回数とかでやってくるし、まあストアの何とかんとかでもやってくるから、まあね、狙ってくる場所はこの、まあ、6月っていうね、この場所なんだけど、まあ、去年は、あの、プロメアコラボの終わった後に出てきて、まあ、多分よ、まあ、プロバマだったっけ、あれ、配ってたから、案外オーブ残ってたのかな、みんな。まあ、そういうわけでもないかもしんないんだけど、これ見て、これ、その、去年の11月あったやつ、これ、ハンターハンターコラボの時にやってんのよ。これ、もうコラボ中にやってんのよ。え、なかなかじゃない？で、これがさっきのアニメの、まあ、再生回数でやってんだけど、これね、あの伝説のハンターハンターコラボの時にやってて、多分このハンターのガチャって、まあ、当時でもまあ、まあ、これ、あの、日が経つごとにどんどん評価上がっていったけど、まあ、普通に実装された時点でめちゃくちゃ強かったから、しかもガチャが復刻と新しいやつ2個あって、これをね、まあ、両方引いた人にとってはオーブがないと。で、その状況でこんないいガチャが出たから、あの、うわ、やばいと。このパワー！普通に考えてみると、まあ、ハンターハンターのガチャに、まあ、なんて言うんだろう、専念してほしいな、そこにいっぱい課金してほしいなと思うじゃねえか。だけど、やっぱりこういう風に、めちゃ優秀なガチャがあって、オーブがみんななくなって弱ったところに、こういういいガチャを入れると、あ、やばい、課金しようかなという、まあ、課金のきっかけも作れるというわけで、まあ、かなり儲けれるんだろうな。だから今回のこの映画のやってる時期に、まあ、十分入ってきてもおかしくない。まあ言うとほら、去年はプロメアが終わった後で何もない時期だからできたんだけど、まあ、今回今絶賛映画やってるから、まあ、このハンターハンターコラボの時期とまあ同じような構成になってくるから、まあ、全然、まあ、ハンターの時やったということは、今回もまあ来てもおかしくないという状況になってくるのね。で、ここからは、まあちょっとどうしていこうか。まあ、個人的な今後のオーブの使い方も考えていくんだけど、その考える上でめちゃくちゃ重要な点があって、7月は特大コラボが高確率である。まあ、あるだろう。2月あたりに、まあ、鬼滅の刃という、まあ、とんでもなくいいコラボが来て、まあ、思い出に残る、まあ、超究極もあって、まあ、楽しかったね、あの時本当に。ハンターハンターもすげえ楽しかった。そして、鬼滅もめっちゃ楽しかった。まあ、エヴァも、まあ、でもエヴァ後半の失速がやばかったけど、すごくまあ、クオリティ高かったから、まあ来てほしいんだけど、まあ7月はフラパがね、毎年ある。まあ今年あるかどうかわかんないけども、まあおそらく特大コラボが来ると思うから、まあそっちに回した方がいいのか。で、さらに、その映画ガチャって、これ11月に復刻する可能性十分あるよね。で、まあ一つの理由としては、一応映画っていうのは、毎回、なんとかダマ配ってんのよ。見に行かせるために。で、今回試写会できたのも、まあ、結局は、11月に、そのイベントして、まあ、モンストのイベントというよりは、普通に、その、なんか、弾配りますよっていう風にして、みんなを行かせると。で、行かせ、まあ、試写会見たけど、弾で弾けるから行きますという流れを作ってるから、まあ、できたと。
ということは、11月にもう一回玉くんまるイベントがあったとして、そこで、まあ、みんなを呼び込んで、っていうわけで、普通のモンストのアプリの方でもガチャを実装する可能性があるから、まあ、今回聞けなかった人はこの11月まだわかんないけど、こっち、まあ、俺とかはアーサーソロも出なかったから、まあ、こっちにかけてみようかなと思ってる。で、その上で、ね、考えていくと、まあ、迷ってる人へ優先度。だから7月のコラボがどうなるか。まあ、でもあると思うから、7月のコラボが俺的にはまあ一番最優先。まあ、映画が復刻あると考えてみて、まあ、感謝ガチャも考えてみると、まあ、手に入る機会がまあ、コラボよりはある。で、7月のコラボは特大っぽいから、ね、しかも最近コラボ強いじゃねえか、めちゃくちゃ。だからやっぱりよ、そっちにかけた方がいいのかなと。で、だから、まあ、星5と。で、映画ガチャが3。これね、映画ガチャね、めっちゃ強いのよ。普通に強いし、豪華なんだけども、まあ、復刻も考えてるし、まあ、かつ、強いんだけど、なんかね、あの極に強いとか、未開の大地がもっと難しくてそこにはまるとか、必須級、強烈なノクターンで強いとか、そういう必須級ではないんだよね、これが。必須級でなくて豪華だから、まあ、強いってなってるけども、だから、まあ、優先して狙っていく必要が、まあ、さほどない。まあ、それを上回る豪華アビリティ、かつ、イラストと声優がいいという、まあ、それがあるから、まあ、みんな弾いてるのあると思うし、まあ、俺もめっちゃ弾いたしね。で、しかも結構偏ってない、みんな、今回。まあ、確率は変わってないと思うんだけどね。で、あと、さらに、星4号のクイーンステラが伊達政宗にハマったりと、強いから、まあ、おすすめとしては、まあ、10連、20連ぐらい弾いといて、クイーンステラとかも覚悟しつつ、まあ、映画の限定のモンスターが出ればラッキーかなというのを狙っていくのが、まあ、今回無難かなと俺は思うぜ。で、そして次、感謝ガチャ。で、これに関して言うと、モンスターがある程度揃っている人は、そして高難易度もちゃんとできている人は、もう、むしろ引く必要ないと。ないよね、これは。うん、全然、だってそれだったらもういらないもん。だから俺も動画を作らないんだったら、まあ、引いてないと思う。そして、だがよ。だが、初心者のみは、星4ぐらいの価値があるのかなと。思うぜ。まあ、理由としては、まあ、始めたての人っていうのは、まあ、主に、多くのモンスターが欲しいわけよ。だから確定で限定も出るんなら、まあ、今引いとくのはおすすめかなというわけなのよ。だけど、それを上回るやっぱコラボが強いし、コラボもま、機会がもう、もし、エヴァコラボだってよ、今回、前回のやつが最後かもしれないから、まあ、そう考えてみると、まあ、コラボ、ね、引く方がいいのかなと。で、この初心者のみでめっちゃ引いて、やったーってなっても、まあ、その初心者の人が大好きなコラボが、まあ、来た場合、まあ、結構悲しいよね。悲しい。特に無課金の人にとっては。まあ、だから、そう考えていくと、やっぱもうこの7月のコラボの方にかけるために、まあ、感謝ガチャは、まあ、我慢する方がいいのかなと。まあ、映画ガチャも。そうね、映画ガチャね。いや、映画ガチャ、多分俺が課金とかしてなくて、動画とか撮ってなかったら、多分映画ガチャはクイーンステラ回収して多分終わりだと思う、本当に。まあ、あくまで個人的感想だから、まあ参考にしてくれたら嬉しいぜ。そんじゃ、おめえらの意見待ってるぜ。よかったら次回会おうぜ。あばよ。お腹いっぱいの服、簡単には渡さない服。福玉ガチャ引き忘れとかった。これ、6月18日23時59分までやってるから、徳玉ガチャ引いていくわ。で、俺、1日忘れてたんだよ、これ引くの。あ、やるの。だから、6回ガチャ出ると。いうわけで、6連続やっていくわ。で、欲しいモンスターは、アサトースはもう揃ってるから、こう借りれば艦隊組めるから、ナルルトホテプか、なんだっけ、ヨグソトースを狙って引いていくぜ。そんじゃ行きますか。うわぁ、緊張するな、マジで。いい感じのやつ出てよ。おぉっと、もう行くのか。行くぜ。うわっ、頼む。意外と出るかな、意外と出る。最近出るよ、意外とこれ。おぉ、このパワーいいからそこに並べ。俺が焼き押してやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。
よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。